購読文五十九。ヨハネの第一の手紙第四章。愛する者たちよ。私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。 愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に使わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、 私たちの罪のために、あがないの備え物として、御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ。神がこのように私たちを愛してくださったのであるから。私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者は、まだ一人もいない。 もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし。神の愛が私たちのうちに全うされるのである。神が御霊を私たちに賜ったことによって、私たちが神におり、神が私たちにいますことを知る。もし人がイエスを神のこと告白すれば、 神はその人のうちにいますし。その人は神のうちにいるのである。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神は愛である。愛のうちにいるものは神におり、神も彼にいます。 私たちもこの世にあって彼のように生きているので、裁きの日に確信を持って立つことができる。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れるものには愛が全うされていないからである。私たちが愛し合うのは、 神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。 この今しめを、私たちは神から授かっている。